ソフトのコンタクトレンズは変形しちゃうこともあるんですよ。変形がするんですか？軽度の炎症から視力障害までリスクの幅は広いです。こんにちは、パパラギ先生のまるごとダイビング TV、 インストラクターの清水です。このチャンネルではダイビングを始めたい方や初心者ダイバーのお悩みをまるごと解決していきます。清水さん、はい、友達にメガネで潜ってんのって言われたんですけど、はい、メガネではちょっと潜れないですねちゃんとコンタクトで潜ってるよって言ったんですけど、はい、ちょっと質問で、はい、今更なんですけど、コンタクトで潜るのってありなんですか？コンタクトで潜ること自体は大丈夫です。ただそれなりにリスクもあって悩まれる方も多いんですけど、例えばそもそもコンタクトで潜れるのか、視力が弱すぎてコンタクト外れたら怖いな、あとはレーシックしてるんですけど大丈夫ですかっていう方がいますね。今日はちょっとそのあたりの解説をお願いしてもいいですか？わかりました。今日は視力が弱くてコンタクトレンズで潜るのはありなのか、他の選択肢はどんなものがあるのかについて解説します。お願いします。はい、ひろし君は普段メガネだけどダイビングの時はどうしてるの？僕コンタクトですね。その日だけ朝からコンタクトつけてってます。さっき話したようにコンタクトでのダイビングは大丈夫です。マスクをしていれば普段のダイビングで水が入ってくることもほぼないので、ただ安全面だったり衛生面のところでリスクが出てきます、うん、例えばどんなですか？マスクに水が入ってきてコンタクトが外れてしまうこともあります。あとはソフトのコンタクトレンズは浸透圧の違う海水に触れると変形しちゃうこともあるんですよ。変形がするんですか？そうなんですよ。ちょっと初めて聞きました、それ。意外と知られてないんですよね。で、変形したまま目に入ってるってことですか？そうなんです。なのでその状態が続くと違和感が続くので不快ですよね。まあ、ちょっと気持ち悪いですよね。はい、海水は雑菌だらけなので、海水に濡れたコンタクトレンズを着用し続けるのはよろしくないとお医者さんも言ってます。もし水中でコンタクトレンズ外れちゃった場合はどうしたらいいんですか？どうにもできないので、もう水面に上がるしかないですね。あ、そうですよね。水中で付け直すってできないですか？ただ外れたレンズがマスクの中に残ってればいいんですけど、外に流れちゃうこともあるんですよね。あとはダイビングって水面までさっと上がれない場面の方が多いので、ちょっとそのあたりもリスクになりますね。自分だけ上がるわけにはいかないですもんね。ちょっと難しいですね。マスクに水はほぼ入らないと言ったけど、ライセンスの講習ではマスクに入った水を抜く練習のためにわざと水を入れます。コンタクトの場合はその時は目をつむってもらいます。じゃあライセンスコースの時はコンタクトでもまあやっていいんですね？そうですね、慣れてる人なら OK です。例えばコンタクトが外れて落ち着いて対処できればいいんですけど、はい、ちょっとパニックになっちゃったりすると危ないじゃないですか。まあ、実際それで急浮上しちゃって重大な事故につながった件も数件あるんですよ。なんかちょっとそれは怖いですねっていうリスクもあるので危ないですよね。わかりました。コンタクトじゃないとしたら何がいいですか？コンタクト以外の選択肢だと、こういった自分のマスクを購入して自分の視力に合ったレンズをはめ込んで使うことができます。これならマスクに水が入ってきてもコンタクトレンズが流されるリスクはありません。デメリットとしてはマスクを含めて購入すると高額になるところです。コンタクトレンズのリスクっていうのを取るのか、まあ、安全を取るのかっていうところですね。マスクを揃えるってなるとお金もかかってくるので、ドツキマスクをレンタルしてるショップもあるので一度問い合わせしてみるといいと思います。わかりました。一応確認なんですけど、はい、コンタクトはありかなしかで言ったらどっちですか？ありかなしかならありです。でもインストラクターの立場からするとやっぱこういったドツキマスクをつけてほしいなとは思います。やっぱ安全のメリットが大きいので、それでももしコンタクトをつけるならソフトのタイプにするべきです。ハードはダメですか？ハードは普段は目に優しいようにできてるんですけど、異物が入ると痛みやすいんですね。水中だと海水が入ってきた時の違和感が大きくて、また外れやすい傾向もあったりします。なのでなるべくフィット感のいいソフトタイプ、あとは万が一海でなくなってしまってもいいようにワンデイの使い捨てタイプがいいと思います。海水がついたコンタクトをつけっぱなしにするのは眼病予防の点から NG になります。眼病ってどんなのがあるんですか？コンタクトで起きる眼病と呼ばれるのは軽度の炎症から視力障害までリスクの幅は広いです。白目の部分が赤く充血している時を軽度の結膜炎って言うんですよ。これは小さい傷から炎症を起こしている状態の時のことなんですけど、コンタクトレンズで気をつけたいのは角膜に傷がつくことなんですね、うん、そこから炎症を起こしてしまうんです。まず海水は雑菌だらけなんですよ。海水は目に見えない異物も含まれてて、まあ、目もデリケートなんですよね。コンタクトと眼球の間に海水という異物が入り込んじゃって、それが角膜を傷つける原因になります。
例えば台所のシンク思い浮かべてほしいんですけど、はい、一見綺麗そうに見えても磨いた傷が残ってたりするのがイメージしやすいかなと思うんです。あの細かい傷ですか。あ、それですそれです。あんな感じです。あんな感じになっちゃうんですよ。じゃあ知らず知らずに視力が落ちてしまうっていうことにもつながるんですか。そうですね。ちなみに傷ついた角膜は治らないので目のケアはできるだけ気を配りましょう。わかりました。はい。レーシック手術してる人いますか。はい、してる方もいらっしゃいます。レーシック手術をしてるからといってダイビングができないわけではないです。他にも今は ICL も多いようで。何ですか ICL って。簡単に言うと眼球にコンタクトレンズを入れちゃう手術のことです。おお、今そんなのあるんですね。そうなんです。すごいですよ ね初めて知りました。どちらも角膜を切るので、感染症予防のために術後数ヶ月は海水が禁止になります。じゃあダイビングもできないんですか。そうですね、その数ヶ月は休んでもらってその後お医者さんの OK が出ればダイビングが再開できます。わかりました。誰にでもじゃあ一番良さそうなのは度付きのマスクですかね。正解は人によって違ってくるかもしれないんですけど、ただダイビングは楽しみたい、目だって大事だなって思う人が多いので、そうなるとやっぱりマスクは必要になりますね、うん、ダイビングはどうしても見て楽しむ要素が大きいスポーツなので、安心して潜れると楽しみも変わってくると思うんですよね。なのでそれを踏まえて自分のマスクを選ぶといいと思います。度付きマスクは自分の視力に合わせられるんですよね。はい、合わせることができて、マスクにはですねこっちのレンズが1つつながっている1眼と、2つ分かれている2眼のタイプがあります。近視の値を左右で変えて用意することができたり、あとは乱視の加工なんかもこっちの2眼のマスクだとすることができます。こっちの1眼はレンズ変えられないんですか、はい、こっちは変えられないので視力のいい方であったりはこっちのマスクを使ってもらってます、うん、なるほど。こっちで話した乱視の加工になると特注になるので少しレンズも高価になってきます。水中ではある程度の視力を確保できていれば乱視加工までしない人も多くて、でも乱視が強い方は一回プロに相談してみるといいと思います。わかりました。そもそも水中で視力ってどれくらいあれば問題ないですか。水中だとガイドだったりインストラクターと安全のためにコミュニケーションを取る必要が出てくるので、はい、お互いのハンドシグナル、バッケーサインですねを認識できる程度の視力は必要になります。まあそうですよね、はい、数値で言うと 0.7 ぐらいあると安心だと思います。裸眼で 0.7。 そうですね、はい、運転免許の条件と同じだと思ってもらえると安全のためにいいかなと思います。例えば視力が 0.1 より弱いとコンタクト外してる間怖いですみたいな人いるじゃないですか、はい、そういう時はどうすればいいですか。そういった方はダイビングの日は眼鏡で過ごしていて潜る直前に度付きマスクを装着するというのがベターな流れになるかと思います。人によってはギリギリまでコンタクトをつけておいて潜る直前にマスクをつけるっていう人もいます。でそれでワンダイブが終わって上がってきたらまたコンタクトレンズをつけるってことですよね。そうですね。なのでその時用で使い捨てのもので用意しておいてもらえるといいですね。メガネを利用するのがいいですけど、まあ、コンタクトでやむを得ない場合もあるかもしれませんので選択肢としては2つ、まあ、1つが陸上ではメガネ、水中では度付きマスクで潜る、2つ目が陸も水中もコンタクトレンズ、まあ、このどちらかですね。体験ダイビングの時はコンタクトしていいですか。体験ダイビングの時は度付きマスクのレンタルができるショップも多いのでまずは問い合わせしてみてください。コンタクトレンズでやってもいいかもしれませんが申し込むショップに事前に相談してみてください。はい、今日のまとめです。視力が弱い人が潜る時にコンタクトレンズでいいのかを説明させてもらいました。やっぱり眼病予防としてはおすすめしません。あと水中ではコンタクトレンズがずれてしまうのが一番不快になりますし、それを水中だと直すことができないからですね。自分の視力に合わせたマスクを用意するのが一番だと思いますけど、レンタルで用意しているショップも結構あるのでレンタルしたい方は問い合わせてみるといいですね。ということで今日の動画が参考になった、勉強になったという方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せない内容を LINE で配信していますので、よかったら概要欄から LINE も登録しておいてください。このチャンネルで取り上げてほしいテーマ、質問などがありましたらコメント欄に入れていただければ今後の動画の参考にさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コンタクトレンズとかの話でちょっと失敗談みたいなのないですか。僕じゃないんですけど、ちょっと目がいいのでお客さんなんですけど、まあ、外してダイビングした後で
替えのコンタクトレンズ忘れちゃった人がいて、はい、2本ダイビングは普通にできるんですけど、潜った後にマスクつけたまま帰るっていう人がいましたね家まで。もうずっともう見えないんで外しちゃうと。メガネもない。もう普段コンタクトで、ああ忘れてきちゃいましたっていう人がもうマスクつけて、それで帰りますかって。あ、見えないんで大丈夫です帰ります。じゃあメガネが必要ですね。いやもう必需品ですね、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。